トラガー・ポガン・ポーリフォーリアス・バラモン人は、キクカ・バラモン人族に属する植物。別名は、麦ナデシコ。英語では、パープル・サルシファイ、オイスター・プラント、イエルサレム・スター、ゴーツ・ベアード、また単に、サルシファイとも呼ばれる。地中海沿岸地域を原産地とし、その後ブリテン諸島、北米、日本、オーストラリア、ハワイなどに帰化している。和名は、 バラモン人の他に西洋語う、麦なでしことも言う。バラモンはインドの司祭を意味し、サンスクリット語のブラーフマナを御社したもの。人は漢語の山で根を焼くようにするお種人参、朝鮮人参に由来する。バラモン人の中国での書質は理事鎮の本像項目に見られ、西域のバラモンがこれを幻想に剣じたためこの名が追加とある。 日本での初出は、イーヌマヨクサイチョ、新低臭き図説である。バラモン人を、麦なでし子と呼ぶのは、カエイ年間頃からと言われる。日本には1877年頃食用、または観賞用に捕らえし、1911年頃までには、外来種として帰化した。日本でも根を煮て、食べたり、味噌漬けにする。二年生植物、または、 多年層高さ6 0トルから1 2 0トル。茎は無毛で光沢があり、単緑色になる。また中空であり直立する。葉は柔らかく無毛で、先がとがあり、基部は茎を抱く。葉脈は細く、葉と並行している。頭花は枝の先に一つずつつく。紫色の絶情花からなり。 直径5センチメートルほどになる。花弁の先は5葉があり、脂肪と肝毛の基部の間が離れる。イギリスでは6月から9月に開花する。アメリカのカリフォルニアのような温暖な地域では4月に開花する。日本では7月頃に開花する。双方も無毛で単力色になる。双方辺は10個ほどあり、痩せ感ができる頃には、 長さ5センチメートルほどになる。痩せは円筒型で、長さは9から14ミリメートル、泡褐色になり、表面がざらつき、寒毛を持つ。根やわかめは野菜として食用され、ガイウスプリニウスセクンドスの博物誌にも記載がある。栽培は16世紀になって、フランスとイタリアで開始された。イギリスでは当初観賞用として栽培され、 18世紀には食用とされたが、その後一般的な野菜ではなくなった。現在はフランス、ドイツ、イタリア、ロシアで根の栽培が行われているが、近年は同様に根菜用としてはスコルトネラヒスパニカの方が人気がある。味が牡蠣の風味があるということからオイスタープラントとも呼ばれる。洋根はサラダ、主根は スープやシチューの具として調理される。また、根からラテックスが抽出され、チューインガムの原料にもなる。ワカメはアスパラガスと同様に調理される。発芽した種子もサラダやサンドウィッチに利用される。生薬としても利用され、ペダニウスギオスコリデスの薬物史に記載されており、肝臓や胆脳に効くとされる。利尿薬としても用いられた。 二次代謝産物として、ジヒドロイソクマリンやビベンジルを産出する。またバラモン人は二両対ジヒドロイソクマリンを自然発生する最初の事例とされ、この配合はトラゴノールと呼ばれ、十二輪間ジラクトンを作る。他に、コーヒー酸、クマリンハイトタイ、シーグリコシド結合したフラボノイドなども産出する。ありがとうございます。